現在はですね、10月の28日、はい、午後4時を回ったところです、はい。今週のお相手は私小林春代と制作部の中村雄一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。また来ちゃいました。また来ちゃったね。すいません、はい、もうお前いいよって感じですよね。すいません。あれ佐藤くんはどうしたんですか。どうしたんですか、うん、今佐藤先輩は岐阜にいるんじゃないでしょうか。はいはい、なるほどね、はい、はいはい、無伴奏となった。はい、でも私今回は佐藤さんから頼まれてないんですよね、はい、ああなるほど、すいません。佐藤くんから私が委託を受けて、はいはい、委託を受けて、はい、佐藤くんの名代としてお願いしました。じゃあしょうがない、はい、頑張ります。はい、これは佐藤くんにもらってください。わかりました。ハム2本、はい、ハム2本。そうなんです、はい、今ね岐阜にいらっしゃるので、はい、こんな感じでお送りします。はい、はい、慣れない3回目なのに。今も始まる前さんざん、どうやって始めるんでしたっけって聞きました。そうそう、大体の中で、ね、大先輩に、はい、うん、でほらここであれですよ、はい、自然に例の話を。いやー今日とかね、うん、私もうブーツ履きました。あ、本当。なんでかというと、昨日木枯らし1号が、うん、吹いたんだよね。吹いたんですよ、昨日の夜ね、はい、すごい風だったもんね。そうです、うん。はい、自然ですか、うん、お天気の話。自然自然。でも今日はちょっと暖かかったね。今日暖かいですね、うん、でも夜冷えるって。あ、そうなんだ。言ってました朝、はいはい、天気予報で、うん、それに備えてブーツで、ブーツを履いてこの上にコートを着てきました。はいはい。はい、じゃあ本題入りましょうか。本題に入ります。はい、さてそんな佐藤先輩が出演してらっしゃいます無伴奏ソナタ、はい、残りがですねなんと1回だけですね。はい、岐阜の、はい、大垣市、はい、スイートピアセンター文化ホールで、はい、10月29日水曜日に行われます、はい、いかがでしょうか。はい、18時半、開演のステージなんですけれども、はい、こちらですね一旦前売りが売り切れております。当日券ですねちょっと未定ということなんですが、はいはい、一応問い合わせですね、これ劇場さんが主体の公演なのでちょっとこちらにお問い合わせいただきたいのですが、はい、大垣市文化事業団ですね、お電話番号が 0584-822310、 はい、この番号ですねこちらまで、はい、お問い合わせをお願いいたします。お願いいたします。はい、ちょっとでもね出ればいいんですけどね。うーん、本当ですね。最後もうたくさんの方に見ていただきたい。そうそう、うん。大丈夫ですか。大丈夫ですよ、何の問題もありません。ではこちらは、はい、ピューピュー。私変な擬音が多いんです言ってて、はい、はい、ブリザードミュージックです。こちらはお稽古が始まりましたね。始まりましたね。今この瞬間も地下でお稽古してます。はい、はい、こちらはまず神戸公演が11月22日土曜日から27日木曜日まで新神戸オリエンタル劇場、そしてその後東京公演が12月5日から25日までサンシャイン劇場で行われます。はい、はい、ではお席状況ですね、はい、はい、まだ全ステージご予約いただけます。お、まあ中でも比較的混んでいるステージが、はい、11月23日日曜日、13時開演のステージ、こちらはですねもう、はい、S 席は8割方売れてしまっているようですね。ほとんどですね。はい、はい、A 席を中心に販売しております。はい、はい、まあ、その他初日22日土曜日19時、はい、あるいは24日月曜日、こちらも祝日なんですが13時開演のステージ、はい、このあたりも徐々に混み合ってはきております。はい、平日のステージはですねまだ1階の割といい席残っておりますので、はい、ちょっとでも前でという方は平日ステージぜひご来場ください。ください。はい、続きましてブリザード終わり、東京公演に行ってきました。はい、東京公演に行ってきましょうか。東京公演です。はい、12月12月5日から25日サンシャイン劇場です。はい、こちらもですねまだ全ステージご予約いただけます。はい、はい、こちらも混んでいるステージといたしましては、はい、これちょっとこっちも一緒に行きましょうか。はい、こちら、はい、太陽のトゲ彼はなぜ彼女を残して旅立ったのだろう、こちらは12月10日から24日までサンシャイン劇場で上演されます。はい、こちらはですねちょっと遅れて開始するんですね。なのでそうなんです、はい、この太陽のトゲが始まった、後の週末ですね、はい、12月13日土曜日、お昼夜、14日日曜日お昼夜、あと、20日土曜日のお昼、
夜もですかね。そうですね、はい、この辺りが若干混み合ってきておりますが、はい、まだ、1階の席も残ってはおります。ちょっと後ろの方にはなってしまうかと思いますが、はい、はい、特にですね、はい、千秋楽この公演のというかもうキャラメルボックスのこの1年の締めくくりとなる12月25日ですが、うんうんうん、まあ、平日のお昼ということもありまして、はい、まだまだ1階の席も残っております。なんと、はい、なかなかね、社会人の方この日休みとか取りにくいかと思いますが、そうですね、なんとか頑張って来ていただけたらもう、はい、皆さんとてもサービスしてくれるんじゃないかと思いますので、はい、わー、はい、ぜひぜひクリスマスに、ええ、お待ちしております、はい、はい、ではこの2つをピッピッと終わらせまして、はい、次に行きます。はい、Dステです。はい、駆け抜ける風のように、はい、こちら毎週お知らせしてまいりましたが、残りは名鉄ホールのみとなりました。はい、31日と11月1日に行われますが、はい、いかがでしょうか。はい、こちらまだ一応両ステージともご予約いただけるようです。キャラメルボックスでちょっとお預かりしていたお席は全部売れてしまったのですが、はい、まだチケットピア E プラスなどそういったプレイガイドですねでは販売しております。はい、公演の前日まで買えるようなので、はい、急遽行けるようになったという方ですね、はい、ぜひぜひお越しいただければ、キャラメルボックスの、ね、メンバー4人も D ステメンバーに負けずにね、はい、頑張っておりますので、はい、はい、そうですね、はい、終わりですか。終わりでいいですよ、はい、D ステ終わります、うん、これね、はい、この紹介してる公演数の割には、はい、今もうなんていうのまだ6分ぐらいしか経ってないという。本当ですか。超巻き巻き。じゃあすごい、次からゆっくり行きましょうか、うん、はい、次ははい、こちら、はい、大内敦雄が出演いたします。はい、Ship in a bottle。 お、シップインナボトルです。東京公演は11月1日から9日までグローブ座で行われ、その後大阪、名古屋、札幌と参ります。はい、いかがでしょうか。はい、東京公演はですね、一旦全て売り切れてしまったようですね。はい、はい、ただQさんのこの、まあ、公演の公式サイトでは告知されてるんですが、はい、公演日の前日に、うん、チケットピアの方で、はい、まあ、前日受付というのが、まあ、ちょっと横の方のですね、一部舞台が見えにくい可能性があるところの席を販売すると書いていました。はい、あと当日券も同じくちょっと見えにくいらしいですが、はい、販売があるようですので、おー、はい、結構メンバー的にもね、ヨーロッパ企画の方が2人出ていらっしゃったりとか、わー、はい、豪華さん、あともちろんね、鈴井さん、うん、はい、あと北海道テレビの水曜どうでしょう、はい、ご覧になったことがある方におなじみの藤村さん、ね、はい、D ボーイズ三谷さん、あと写真には出てないんですが、そうなんです、熊川文さんというね、寒中遊泳というね、かわいらしい、夏休み後時点という、はい、夏期空客と一緒にやった公演にも、はい、ご出演いただいた方も出演します。はい、はい、女性はお一人ですね、ええ、わー楽しみ。はい、グローブ座で上演します、はい、今日はよろしくお願いいたします。ピューっといって、はい、最後です、はい、じゃん、岡田達也が出演いたします。世襲戦隊家族マン、はい、こちらはちょっと先なんですが、はい、12月の19日から28日まで赤坂レッドシアターで上演されます。はい、ぜひぜひこちらもよろしくお願いいたします。はい、見に行こうねえ。あ、でも被ってますね、私たちと。あ、でも28日までやってます。あ、本当だ、すごく面白そう。本当だね、随分年末ギリギリまで、ね、そうですね、メンバーがまた豪華であります。そうですよね、達也先輩、はい、これですね、はい、これですね。面白そう、はい、ゴールドビルの山口さん、はい、はい、石山水木さん、うん、芋洗い坂係長、うん、はい、すごいですね、すごいですね、はい、濃い。楽しみです。こちらもよろしくお願いいたします。お時間どうですか、ともいちさん。はい、お時間、じゃあ、うん、もう終わりましょうか。終わりますか。はい、わかりました、終わります。はい、はい、では、はい、この放送は、この放送は、はい、来週月曜日には、来週月曜日には更新されるんじゃないでしょうか。更新されるんじゃないでしょうか。はい、それでは皆さんまた来週。それでは皆さんまた来週。バッハハハハハ。はい、ここからはキャラメルボックス PV をご覧の皆様へのおまけコーナーでーす。はい、
はい、まあはい、おまけですから。おまけです。気軽に行きましょうよ。気軽に行きましょう。はい、この間、はい、友一さんと、うん、梶本先輩と、うん、ディープなところに行きました。あー、はいはいあそこね、楽しかったですね、うん、ねえ、はい、まあ飲食店なんですけどね、はい、はい、チャーハンが美味しいところに連れて行っていただきました、うん、はいはい、すごくディープなところで、うん、あのお皿をカウンターに置くじゃないですか、うん、お皿が勝手にこっちに滑ってくるんですね、すごいです、立て付けが。そうそう、カウンターがまあ濡れてんのはあるんだろうけどね、はい、そうですね、容赦なく手前側にさーって流れてきて、しかも麻婆豆腐とかなんですよ。そうそう、もう落ちたら終わるみたいな面白かったですね。はい、カジモンも駆け抜ける移動前日にね、はい、そうですよね。そうそう、そして友一さんも新潟に行く前日でした。前日でしたね、はい、私だけ何でもなくていいなってすごい言ってました、ね、うん、新潟どうでした？新潟はね、いろいろなんかとてもお店は美味しいしね、わー、いいな、お客さんもあったかいしね、羨ましい、なんかお一人あの、はい、YouTube 見てますって話しかけてくださった方が、はい、すごい有名人、はい、おかげさまですごいですね。ね、嬉しいですね。嬉しいですね。あれことをおっしゃっていただくとね、ですね、うん、はい、私先週の放送を見て反省したんですよ、うんうんうん、なんか二人ともすごいなと思って。あ、佐藤くんと、はい、やっぱ慣れてらっしゃる。あー、そうね、落ち着いてらっしゃる。うん、なんかでもさ、うん、僕と佐藤くんの放送ってさ、はい、マンネリ感みたいなのないですか？先週もおっしゃってましたね。そうそう、マンネそれ長くやってるから、うん、ある程度はしょうがない、しょうがない、でもそのゆるさが面白いみたいなことじゃないんですかね、わ、うん、かんないですけど、はいはい、はい、たまにね、うん、いろんな人入れるといいかもですね。そうね、うん、はい今日はなんかいいよ、こういい感じになんかこうハラハラしてるというか。本当ですか、うん、ハラハラしてる、うん、ドキドキしてるドキドキしてますか、うん、はい、わかりました、やったそっか、いいですね、新潟行きたいです、行ったことない、うん、行ってきたらいいよ、別にそういう公園とかじゃなくてさ、はい、うん、あ、スキーは行ったことあります。あー、なるほどね、うん、でも雪山だったから、うん、ちょうど紅葉の時期だったんですけど、うんうんうん、なんか紅葉の時期が短いらしいんですよね。本当にもうあの2週間も経ったらほとんど落ちちゃうらしくて。そうなんですか。だからもう本当にジャストのタイミングで行けて、あのリュートピアの周りは公園なんですけど、素敵ですね。だからそうそう、割とね、紅葉した木がいっぱいあって。紅葉、あれ紅葉ってこれからですか、東京って。これからじゃないですか。紅葉っていうものの存在忘れてました。おお、そうそう、楽しみが増えましたね。ね、結構遅いと思いますよ、でも。あ、そうなんですね、うん、イチョウは割と早く黄色くなるけど、赤い葉っぱは割と遅い気がしますね。あ、そうなんですか、うん、何言ってんでしょうね、僕ね。友一さんこんな感じですけど、本当はすごい鋭いジャックナイフを持ってまして、うん、なんか私岐阜にも行ったことがないんですよ、うん、それで岐阜行きたいなってすごくね、うん、事務所で大きい声で言っていたら、うん、行ったらいいじゃんみたいに優しい感じで最初言われて、うん、あ、優しいなって思ったら、うん、なんかまだチケット取れるからみたいなこと言われて結果自費でなんか旅行で行ったらいいやんみたいな話をすごく優しい声でされて、うん、でその反応を見てなんか面白がっててっていう方なんですよね、ね、ダメだ、伝わらないかな。こう優しい感じだけどすごいすごい持ってるんですよ、ナイフを。いやいやいや、いや、もうそれが出てきたらいいなって思うんですけどね。春代さんのナタニアかなり、もう本当やだ自分のことピーラーとかおっしゃってて、この間ツイッターでもうすごいすごいなと思って、もっと大きいナイフ持ってますからね、うん、いいな、バレてなくてそうですね、そんなね、うん、そんなね、はい、今ここには時間出てないんです。え、どうやって見るんですか、時間。時間はね、あのね、正村さんがそろそろと思ったらこうやって巻き入れるから。あー、わかりました。じゃあまだ喋れますね、うん、大丈夫です。何の話します。今ブリザード稽古中ですね。はい、早く私も稽古したい。これこれこっちです。そうだね、うん、早くしたいですよ。ね、よかったね、またこう先日の梶本先輩を、はい、みんなで盛り上げていくわけじゃないですか。はい、うん、石川さんもね。そうそうそう、楽しみ。なんかメンバー面白いですよね。そうね、面白い、なんて言ったらいいんだろう、いい感じですバランスが。そうだね、なんかすごく楽しみ。筒井さんもいるし、うん、佐藤さんも、うん、はい、もうすぐパパになる。うぅ、本当にもうすぐパパになります。どうしよう、ね、私多分泣きますよ前子供の名前考えたんですけど、うん、迷惑だって言われましたみんな考えてるああ
春用の春つけたらいいって言ったんですけどね、あそれだけはやだって言われました。いい、うん、友一さん、今正村さんがこうやってくれた、うん、ということは、うん、お時間です。はい、ぶった切りました、はい、というわけで、はい、また、ええ、来週も、はい、お楽しみに。お楽しみに、はい、それでは、はい、さようなら。